以前のクラブハウスはできた当時はね、J リーグの中でも最先端だったと思いますけども、まあ、そちらにもう何十年って経ちましたんで、ここでまた鹿島がいろんな意味ではアップデートを重ねている時期でもありますんで、それまた一つ選手たちの気持ちも新たになると思いますし、クラブ全体もそれはそうだと思うんですよね。グラウンド界のところはなるべく、みんなリラックスしたい選手も多いですし、モチベーションというか新しい新鮮な気持ちで練習だったり試合に臨めるのかなと思います。まあ、色とか派手すぎないところがなんか必要最低限のものっていうところは鹿島っぽいなと思います。特にこのミーティングルームは何ていうか聖地じゃないけども、いろんな歴史がおそらくここでね積み上げられて、それによるなんか雰囲気が作られるものもあるのかなというふうには思いますね。今後はさらに楽しみになるようなクラブハウスにはなりましたよね。まあ一番やっぱり驚いたというかおってなったのはお風呂ですね。まあお風呂好きの選手が多いですし、きっと OB たちからは判断するよっていう声が聞こえてくると思います。率直なこと言うと羨ましいなって選手たちがね、僕が現役の時にできてれば、まあ、落ち着く場所でもありながら戦いに向かう場所でもありますし、まあ、体をのケアをする準備をする場所でもありますし、でちょっとした自分の、集中できる環境があることによって、まあ、優勝できるかできないかとか一歩出るか出ないかみたいなところにつながるもののディテールの一つというのはなり得ますから、やっぱり鹿島アントラーズが、強くなるため、まあ、今後未来に向けて、僕らが強くなっていくための、必要なことだと思うんで、まあ、それに携わってくれた人にはもちろんそうですけど、遠くから応援してくれてる人だったりにも、まあ、感謝して形サッカーしていければなと、思います。